はいどうも、タケプラスのタケルです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。よくこのホーム画面動画に出てるんですけども、何か見て思うことありませんか？そう、なんかハートがありますよね。アイコンがハート型になって並んでます。これ実は飾りじゃなくて、タップすれば、こんな感じで、ちゃんとね、アプリに飛ぶんですよ。それぞれ一個ずつね。で、今回はね、このハートのホーム画面の作り方を詳しく解説していこうと思います。で、これ実はハートだけじゃなくて、こんな感じで、ぐるぐる回るようなホーム画面も作れるんですよ。ということで今回はこのハートのホーム画面とこのぐるぐる回るホーム画面の作り方見ていこうと思います。じゃあやっていきましょう。まずハートの方からやっていきましょう。今回使うアプリはこちら、このクイークっていうアプリ、これですね。これをダウンロードインストールしておいてください。概要欄の方にリンク貼っておきます。では開いてやっていきましょう。でその前に準備段階として、一つホーム画面を長押しして、一番右側のページ、何もないページで、スクショを1枚撮っておいてください。これ事前準備です。これだけ撮っておいてください。これまずどういう仕組みかっていうと、動かしたらわかるんですけれど、こんな感じで、ウィジェットです。こんな感じの大きなウィジェットを配置することで、面白い形になってるんですね。今回この大きいウィジェットを置く方法ですね、見ていきましょう。これができたらクイック開きましょう。はい、開くとこんな画面が出てきました。では、この画面で台を選んでください。この台のところから、下の追加をタップします。するとコンポーネントリストって言って、いろんなね、バリエーションのやつが出てきます。すごいでしょう？いっぱいあります。この中で僕が使っているのは、このスタイルさんのハート。そしてもう一つ、後ほど紹介するこの円アイコンですね。今回このハートを選んでいきましょう。すると追加という画面になりました。ここで、この表示するアプリを変えることができます。今置いてあるのって、なんかね、使わないようなアプリも結構あるんですよ。これもったいないので、この辺使わないものを使うアプリに変えていきましょう。変える時なんですけれども、このアプリのアイコンをタップすれば、こんな感じ、変更の画面が出てくるので、この下にあるアプリにするか、このね、名前検索。ここにアプリの名前を入力すれば、そこにアプリを配置することができます。例えば、LINE って言ったら、こんな感じ、LINE 系のアプリがずらっと出てくるんで、今回一番上の LINE を追加します。ほら、LINE に変わりましたね。こんな感じで、一個一個ね、自分の好みのものに変えていきましょう。何だっけ？今何を置こうとしてんだっけ？あ、LINE 公式。はい、こんな感じで自分好みのアイコンに置き換えてみました。これでアイコンの準備は完了です。これができたら、この市松模様をタップして、はい。コンポーネントの位置を選択と出てきました。このホーム画面の上半分に置くか、下半分に置くかっていうのを今選べます。僕の場合上がいいので、この上の方を選びます。上の方を選んで、広告挟んで、保存をタップ。OK です。これで完了。で、下の保存、これ忘れて押しましょう。で、ウォッチビデオというアンロックフォーエバー。広告をね、見ることで保存することができます。まあ無料なんでね、この辺は仕方がないです。はい、追加できました。今追加したのはこのスタイル3ですね。過去に2つ作ってたので残ってるんですけども、一番上ですね。OK です。で、次にやることが、ここの透明な背景というところをタップして、さっきのね、何もないところのスクリーンショットを追加します。自分の使ってる方のモードをタップして、今のスクショを入れました。OK です。これで完了です。これをすることによって、さっきのね、ハート型アイコンの背景をうまいことに合成してくれるっていう仕組みです。これができたら戻りましょう。ホーム画面を長押し。そしてプラスをタップして、下に行って、このクイークをタップします。で、右に行くと、台っていうのがあるので、これを追加します。できました。で、このね、ロングプレスエディットウィジェットっていうところをタップして、このコンポーネントのところを選択で、今作ったものを選びましょう。今作ったのはスタイル3の3ですね。そして、透明な背景。これもオンにしておいてください。OK。にすると、じゃーん、こんな感じ。ちゃんとね、背景の壁紙に、同化したね、ハート型のアイコンができました。めっちゃ可愛くないこれ。タップすればね、ちゃんとアプリに飛ぶことができます。ただ、このクイークのちょっと弱点というか、ちょっと残念なところが、何かね、コピーをした状態で、違うアプリを開いた場合、こんな感じ、ペーストしてもよろしいですかみたいなのが出てくるんですよね。これがちょっと残念で、ここはペーストを許可しないにしてください。毎回これが出るのがね、ちょっとめんどくさいんですけども、それを除けば最高です。以上、ハートの作り方でした。じゃあ次ね、ぐるぐる回転するホーム画面の作り方見ていきましょう。もちろん使うアプリはさっきと同じね、クイークなんですけども、クイーク開いて、台の状態で追加ですね。
追加をタップすると、はい、さっきと同じようなものが出てきます。ここでこの円アイコン、これを選びましょう。でさっきと同じようにアイコンを変えていこうって感じなんですけども、下にアイコンローテーションというのがあります。これをオンにするとさっきみたいにアイコンがぐるぐる回るんですね。でこれをオンにした状態でさっきと同じような手順を踏んでいくんですけども、このねローテーションをオンにしてると、このアイコン変えたとしてもなんかねうまく反応してくれないというか、回っちゃってるんで、その回ってるところをタップしても違うアプリが開いちゃうって、なんかそういう現象が起こっちゃうんで、まあここはそんなこだわらなくてもいいのかなとは思います。ただまあね、しっかりこだわりたいんだっていう方は、一個一個ね、アプリの変更してみてください。で、それができたら、この市松模様をタップして、どっちに置くかを選びましょう。じゃあ今回下に置いてみます。下をタップ。これで保存。するとね、さっきの、透明な壁紙のやつが反映されてるんで、このね、うさぎちゃんの方が出てきました。これで OK です。これで保存をタップします。で、またね、報告を見てください。はい、円アイコン保存できました。これで、さっきみたいにね、これでまたホーム画面に戻って、ホーム画面を長押し、そして左上のプラス、下に行って、クイックから、もう一回台のやつを選んで、タップ。そして、コンポーネントを今回は円アイコンのやつにしておきます。そして、透明な背景をオンにして、この縦の位置っていうところを下にしましょう。これで OK。するとこんな感じで出てきましたね。ぐるぐる回ってます。でこれを下に移動させれば、ほらぴったりはまりました。こんな感じ。え、すごくない？これ、このね、普段動いてるはずのないホーム画面でこんな感じでアニメーションしてるんですよ。面白くない？でこのアイコンをタップしても、ちゃんとね、ほら今見ました？ TikTok 触ってるんやけど、違うアプリが開くんですよ。この辺だけはしゃあないね。どうしてもズレが生じちゃいます。なのでこのぐるぐる回るやつに関しては、まあ見た目だけっていう風に思っておけばいいかと思います。もしかしたら今後ね、修正とかが加わってちゃんとねタップしたものが開くっていう風になるかもしれませんが、今のところはね、なかなかその指定したものを開くのは難しい状態です。このねハートに関してはね、問題なく開いてくれるんで、ちゃんと機能させておきたいのであれば、動かさない選択もありかと思います。さっきのねこの円のやつも動かない選択にしておけば、タップしてもね、ちゃんと反応してくれるんで、その辺ね、使い分けてみてください。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。今回は、ハート型のホーム画面、そして、ぐるぐる回る円のね、ホーム画面の作り方、解説してきました。他にもね、いろんなパターンがあるんでね、好きなものを選んでみてください。結構ね、おしゃれな感じのものもあったりするんでね、個人的にはこのハート型のホーム画面ね、結構気に入ってるんで、今後もね、使っていきたいと思います。ペーストを許可しますかっていうのがね、毎回聞かれるのがめんどくさいんですけども、それ以外はかなりグッドなアプリです。概要欄の方にね、アプリのダウンロードリンク貼っておきますんで、もしよかったら見てみてくださいね。ということで、もしこの動画をいいと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いします。インスタとか TikTok もやってますんで、もしよかったらフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。